一方的によ私のことはようでいいからっつってすごくない？なかなかできないよね。でもさ、これ大学生のやり取りなんだよね。まさか分けちゃったりいけんか、そういう感じ。いや逆にさ、大学生ってもう大人じゃん。そっか、高校生ぐらいか。こんな下の名前、はい、どうこうちょっとドキッとするみたいな。でもピュアだよね。でもレイはドキッとするんでしょ、ねって言われて。まあでも今でもドキッとするけどね。そのまま言ってみれば、そうだな、ドキッとするな。逆にドキッとする。だからこそすごいさ、考えない。人の名前読むとき、え、人の名前読むときさ、ちょっとなんか気にしない、どうやって思ってめっちゃ考える。めっちゃ考える、理科。急に入れてきた。アジアを熱狂させたあの名作がついに日本で蘇る。もうなんで出ないの。仕事の愚痴も恋の悩みも恋人とデートだったら絶対に頼めない。ハニーは己が好きだから。何でも話せる大親友の二人。賭けしないか。賭け。先に結婚した方がご祝儀10万もらう。10万じゃやる気出ない。30万。それは些細な賭けから始まった。で、どこまで進んだ。それは敵として探り入れてる。それとも嫉妬か。それはない。そして忘れたはずの恋。あいつは陽の前から突然消えたんだぞ。あんなに傷ついただろ。話して。10年以上も好きな女に告白できないやつが。私のこと絶対に好きにならないって言ったくせに。好きにはならないから。絶対ならない。わざわざどう思う。一生親友でいるために言い聞かせてきた。だけども俺はもう。若手実力派キャストが送るピュアラブストーリー。何かを捨てなきゃ何かを得られない。おはよう。恋人以上の親友、二人が選んだ関係は。じゃあな、親友。僕はまだ君を愛さないことができる。